こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。私は今湯島天神に来ています。と言っても初詣ではありません。湯島天神は学問の神様として知られる菅原道真公をご祭神とし、この時期数多くの受験生が訪れることで有名ですが、1月25日から嘘替え神事というものが行われているとのことなんです。嘘替え神事、実は私初めて聞きました。そこで今回のタバサト GO では湯島天神のこの嘘替え神事の模様をリポートして、私しっかりと学んでいきたいと思います。タバサト GO。 それでは嘘替え神事について湯島天神ネギのおしみさんにお話を伺います。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒いですね。寒いですね。早速伺いたいんですけど、はい、この嘘替えとはどういったものなんでしょうか。はい、嘘替えというのはですね、天神様に非常にゆかりのある鳥に嘘という鳥がいるんですね、はい。まあ、これはあの実は保護鳥に指定されているので、なかなか本当に見ることのできない貴重な鳥なんですけれども、まあ、皆さんがまあ目に触れることができるのはちょっと130円切手の絵柄になっている鳥なんですけれども、実はその昔ですね、その天神様をお救いしたというふうに言われている鳥なんですけれども、それを実はそのかたどった木彫りの木嘘というのがあるんですね。でそれを1年に1度この受け替えるという神事でして、まあ私たちがこう日頃知らないうちについているその嘘とかをですね、天神様のこの誠心に変えて、旧嘘を交換するというのがこの神事の非常に大きな意味を持っているところなんですよね。この嘘替えを行った方々にどんなあのことを感じてほしいとか、あのどんな一年を送ってほしいですか。そうですね、やはりまあ昨年はいろいろと特に震災のことですとかいろいろございましたので、ぜひ今年はですね、明るい一年になっていただきたいなというふうには思っておりますね。はい、それでは私も嘘替えやらせていただきます、はい、ぜひ行ってください。はい、よろしくお願いします。はい、さあこちらで開運嘘をいただきます。すごい行列です。さあ僕は初めてなので、今回はいただくだけとなります。そして大小2つ2種類あるそうなんですが、せっかくなんで大きい方をいただきたいと思います。あの初めてなので今回いただくだけで大の方をお願いします。1000円のお預かりです。はい、はい、こちら置いておいてください。ありがとうございます。ようこそお参りくださいました。いただきました。こちらが旧嘘です。かわいいですね。目がクリクリしてて、そして鳥と分かりますね。これでいい一年になると思います。これを持っているということは目的はもちろん、はい、あ、そうですね、はい、あのこれを買いたくて来ました。この嘘替えを。あ、はい、毎年来てるんですか。え、初めてです。初めてなんですね、はい。そういった運をもらって今年なんか実現したいことや願いはありますか。あ、とにかく、うん、家族とか友人とかみんな健康で、あの暮らしていければなと思って、はい、はい。毎年来てるんですか。一応毎年、はい。そうなんですね、はい。どのくらい前から。5年ぐらい前だと思います。そうなんですね、はい。嘘替え効果出てます毎年。あのね結構、はい、出てると私は思います。何かいいことありましたか。はい、息子の、大学受験で、はい、とても入れないのとか入れて。おめでとうございます。はい、はい、それからも毎年なんですけれども。そうなんですね、はい。あの嘘替え今年この運をもらって今年実現したいことや願いはありますか。
あ、そうですね、もう家族がその健康であればというような、はい。毎年来てるんですか？毎年です、はい。何年ぐらい前からですか？もう10年ぐらいでしょうか。今年何かその嘘を幸運に変えて運をもらって何か実現したいことや願いはありますか？ ありますね、はい。私は趣味で、はい、落語とよく似た講談をやっているものですから、はい、舞台で失敗をしないでうまくこうお客さんに楽しんでもらうっていうふうなことを、はい、目指してます。あ、なるほど、はい。じゃあそういったものをどんどん実現させてください。はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。すいません。今日こちらにいらした目的はもちろん嘘替神事に、はい、来ました、はい。何年ぐらい前からやっているんですかね？ 3,4 年前から始めましたね、はいはい。ということはその間にいいこといっぱいあったんじゃないですか？いいことは ありましたね、はい。それなりに。どういったことが？まあまあ結婚もそうですし子供が生まれましたし、まあ私個人のことなんですけども、話し家で真打ち昇進が決まったり、はい、まあまあ、はい、そんなことはないと思うんですけど、はい、買った時よりもね、奉納する時のところがちょっとね、この嘘が太ってるような気がするんですよね。だからそんだけ嘘を吸収してくれたのかなというような、そういった矜持を吸収してくれた気がします。気のせいかもしれないですけどね。はい、おしみさんがいらっしゃいます。報告してきます。買ってきました。はい、はい、嘘は一体一体をですね、はい、手作りにしているので、はい、それぞれ実は球層表情が違うんですよね。そうなんですね。まあ木の太さとかもいろいろあるんですけれども、はい、ご自宅にお持ち帰りになられてその時に開けた時に、あ、今年の球層はこういう表情してるんだなっていうのも一つの楽しみなんですよね、はい。なるほど、これ自宅に持ち帰ったらどこに置いとけばいいんですか？まあ、神棚があれば神棚にお祭りいただいて、はい、まあ、内容でしたらですね、まあ、目線よりちょっと高い位置で、はい、粗末にならない綺麗なところでお祭りいただければ結構ですね、はい。そういった、まあ、目線より高い大切に置けば、粗末にならないように、もう今年1年いい1年になりますかね？そうですね、やはりそれは努力次第。あ、なるほど、ね、全部神様に頼っちゃいけませんからね、はい、ご自身で努力をしていただいて、はい、それで神様はね最後お力添えいただくという形ですからね、はい、はい、精進してまいります。ぜひ、はいはい。ところでですね、はい、この嘘替えの後も2月の頭から梅祭りが始まるとのことですか？はいはい、今年ですね55回目を迎える梅祭りなんですけれども、はい、まあ、今年はですねさらにちょっと力を入れているのは物産展の方にちょっと力を入れておりまして、はい、今まではですね、青森と福島そして、石川県の物産展を行っていたんですけれども、はい、それにプラスいたしまして、まあ、昨年の震災のこともございますのでさらに、岩手県とあと宮城県の物産展も同時に行うことになりました。そういった復興支援の願いもこもっているんですね。はい、はい、なかなかね現地に赴いてそのボランティア活動とかそういった支援活動ができない方でもですねその物産展でやはりその物産品を多くお求めいただいてですね少しでもその東京からでできるその支援活動というのも行っていただければと思ってます。はい、2月の8日からです。ぜひお越しください。お待ち申し上げております。はい、それでは大島さん今日はいろいろ教えてくださりありがとうございました。とんでもございません。今回のタバサト号は湯島天神で行われている嘘替え神事の模様をご紹介してきました。私もこの休嘘いただいたのでいい一年になると思います。今年はもっともっと成長してテレビをご覧の方に期待してもらえるような人になりたいです。この目標を誠にできるように精進してまいります。それでは今日はこの辺でまた次回お会いしましょう。さようなら。